こんにちは、カノアです、いつもご視聴いただきありがとうございます、タイトルの、自分を認めるということ、どうすれば認められるのか、ということについてお話ししていきたいと思います。私は、探究好きなので、疑問が出てくると、前に読んだ本とかをもう一度、見返したりすることがあるんですけれども、すると前に気づかなかったことに気づいたりして、同じ本でも視点が、変わってきて読むと、こんなこと書いてあったとかそういうことになることがありますよね。皆さんもあると思います。でそれで今回動画に上げることもね、過去ブログにもその例えなんですけれども何回か上げてることなんですけれども、最初はそういうことにまつわる話や出来事に引っかかったり、なるほどと思ったりしてね、しばらくするとね、どうしてそれに引っかかってたのかなっていうのが分かったり、なるほどって思うことがさらに深く分かったり、でそれでね考えたりそれをまとめたりしているうちに、あ、どうして引っかかってたんだなっていうことがさらにねより深く理解して落とし込めるようになると思うんですけれども、私の場合はね、最初はねもう全然自分でね気づいてなかったんですけど、セッションを受けたりしてね、私のテーマっていうのがね、人それぞれテーマは違うんですけれども、私は、自己肯定感が低いので、自分を愛するとか自分を認めるとか、それがねなかなかテーマになっていてできないんですけれども、それだけではないんですけど、こういうことに関わることで現実でね起こることを見ること、本とかね映画からとかね人の話などでね感情がやっぱ動くんですよね。で、動いてるっていうのを、今までは分かんなかったんで、その動いたとこからねそのままどっぷり浸っちゃったりして、でその周波数をで現実を作っちゃって味わうってことをね今までしてきたんですけれども、スピリチュアルを学ぶことでねもうこの生き方から抜けるべくしてね、今まで実践してきてね感情が、動くところをね捉えて、そこに浸るのではなくね、手放しながらもね自分なりにねちょっと分析してみたことをね、お話ししていきたいと思います。例えば、自分を認めるというところのテーマでは、私は、自己肯定感が低いのでねもうなかなか自分を認めるということができないんですね。で人からねたまにね褒められたとしてもね本当にねこう他人事のように感じてしまって、もう全然自分に浸透してない感じなんですね。で昔に比べたらその褒められるっていうこともね受け取ることがマシにはなってきているのかもしれないんですけどね、もうがっつり自分を認めるにはどうしたらいいのかっていうのをねすごく試行錯誤してきました。なぜなら認めないとね、なんていうのかな、波動を上げていけないんですよね。こう認めることですごくこう波動を上げられるので、とこう認めれたらいいなっていうのでもなかなかね認めれないので、試行錯誤していく中で、今までねバラバラだったものがねピースがね完全にははまってないんですけど、ちょっとねこういうことなのかなっていう体感があったのでちょっと紹介していきます。で私の体験で話しますので、ちょっとねスピリチュアルのね勉強をしている、去年から勉強しているっていうことでね、その経験体験からちょっとお話ししていきます。去年ね習い始めの頃はね、例えばね習い事をしている時にね、何人かで習ってると、その中の一人が誰かが褒められたとしますね。あなたできてますよって。そうすると自動的にね、あ、
私できてないんだ、誰もねできてないとは言ってないんですよね。私もできてて、その人もできてるかもしれないのに、誰かが褒められてると、あ、自動的にね私できてないんだみたいになってね、自分を責めるんですね。でこれはもう二極の考え方で、でそれでスピリチュアルを、勉強しているので、そのためにはね、ハイヤーセルフとつながってチャネリングができるようになりたいとかね、そういう目標が出てきますよね。で、それで練習に練習を重ねたとします。そうするとみんなね、ある程度はできるようになるんですね。でもね、そこで不足感があると、自分がすごく練習したとしても、でもできてるとしてもまだまだと思ってしまって、例えばね、その習ってる先生のようにね、先生のようにできないと一人前とは言えないとかね、そこで自分で決めつけてしまうんですね。でこれは、人と比較していることになります。誰かと比べて、チャネリングができているとかできてないとか、〇〇ができているできてないとかね、そうやって人と比較してしまっているんですね。でそうではなくて、例えば、誰しも、自分が魂に情報で持ってくる才能っていうのが人それぞれなんですけれども、違うものを持ってきていて、必ず何か持ってきているんですね。でそれを、忘れてしまっていて、でまずはそれを、思い出すことが必要なんですけれども、それも思い出しただけでもすごいことなんですね。今までの時代ね、三次元世界に、支配社会にどっぷり使ってきて生きてきた中で、そこを抜け出すっていうことだけでも、ものすごい集中力と精神力と勇気ある行動がいります。そこからさらに思い出していって、っていうことは、思い出さないまま一生を終える人もいる中、思い出すだけでもすごいことなんですね。で、さらにその才能に気づいて、本当の自分を徐々に思い出していく中で、その才能を使って何かをした時に、それが結果を伴わなくても、才能を知って使ったら、そこで自分を認めるという感覚をすごく味わえるんじゃないだろうかという気がします。なぜならそれが、魂の目的でもあって、自分を知って自分の才能を生かすことが魂の目的なので、それを、気づいて、それに気づいてそれをするだけで、すごい喜びとかね、達成感とかね、味わえると思うので、そこではもう自分を認めるっていうことができるような気がします。でブログにとかね、ブログにも何度かね、その例えを書いているんですけれども、私がすごくこうそうだなと思える例えで、感動を感じるということは、自分の深いところにつながっていくと、自分ってこんなに美しい存在だった、こんなに偉大な存在だったと気づくということが感動を味わうということで、この感動が外に反映されます。物理次元に反映され、形としてそれを体験する。で感動は自分の中の素晴らしさに気づいた時に起きます。自然をね、大自然を見て感動するのは、自分の中の深いところにある美しさだったり偉大さだったりに気づいて感動し、それを自分にくっつけて体験しているので、本当は自然に感動しているのではなくて、自然を見ることで自分の中の美しさに気づいて、で本当はそれで感動しているんですね。でこの例えがね、いつも気になったり、毎回ね、本当そうだなって思えるんですよね。でそれでね、自分の持ってきた才能にね、気づくことで感動が起こって、もうそれをね、それだけできっと自分をすごく認め始めれるし、それが入り口となってね、もう
やってる現実とかね、やってることはもうね、本質に近づくためのもので、近づけばもう自動的に意識が拡大していく中で意識が変容していき、もう視点が変わってくるんですけれども、今のね、あの意識ってね、3次元のね、今を基準にしてしまうと、もうその延長しか今はね、もう思いつかないのでね、ちょっとね、もうこう想像というのがね、なかなかできないんですけれども、意識が拡大することで視点が変わって本質に近づいてきますよね。神なる本質に。で、本質、私たちのね、本質っていうのはもうね、喜びそのもの、無条件の愛そのもの、調和そのもの、無限の広がりそのものなんですね。もうそれそのものに自分がなっていくので、もうね、それが本当の自分と、気づくと、もう自分が偉大だとかね、愛そのものだと気づくことがでも感動を味わうんですよね。そうするとそれが反映され、その体験を現実化、その経験を、現実化し、性のスパイラルに入ってね、もっともっと自分の素晴らしさに気づける現実を起こしていくということでね、もうみんなね、自分がすごいって知りたいんですよね。これはもう創造主から分かれた私たちのもう基本的な欲求だと思います。でね、この性のスパイラルに入るにはね、波動を上げ、日々波動を上げていくこともなんですけれども、まずね、3次元から世界から抜けてね、自分の才能に気づくことが大切で、でこの才能に気づくためにはね、他者との関係性っていうのがあってね、その関係性っていうので、例えばね、こう自分がバーって好きなことをやっていて、はたと気づいた時に自分はすごくできてる、でも周りの人では見るとそうでもないっていうことがね、自分の持ってきた得意とする才能なんですね。そういうこととか、あとはやってもやっても努力してもなんかいまいちできないなとかね、他の人はできてるのにとか、そういうことは自分が今回やらなくてはいいっていうことなんですね。それをね、できることとできないことを見定めていくっていうのがね、それを他者との関係で、見定めていくんですね。で、そういう意味でそこで自分の才能にね、少しずつ気づいていく。で、気づいたらね、それをこう何か表現していったりね、こうやっていくっていうことの中でね、もっともっとどんどん気づいていくっていうことになるんですけれども、大きな意味ではね、才能を使ってそれを最大限に生かしていく中で、自分の価値を認めて自分のが何者であるかということを知ることが、大きな意味で長い、スパンで人生の目的、魂の目的になるんですけれどもね、その才能に気づくためには、まずは自分を知らなければいけないんですね。自分を知るっていうのは一番難しくて、自分のこととなると分からなくなる人はみんな多いと思うんですね。で、何者かを知るというのは、こうやっていく中で途中これができたということで、こう才能と、私はこれをしに来たんだなっていうことをどん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 知っていく中で、人生の最後にまとめてね、私はこういう存在だったんだっていうことに気づくような感じで、まず自分のできること、ツールですね、それをまずは知って、他者との関係性で知っていって、それを使っていく、行ってどん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 自分が何者かっていうことを知っていくということが、大切なんだなって。それをやっていくうちに自分のことをどんどん認めれるし、その最初の入り口でも自分の才能を知ったというところでもかなり認められるのかなっていうふうに思いました。
ホロスコープなどでもね、自分の、持ってきた才能っていうのを知れるそうなので、それもまたね参考にしながらね、まずは自分の才能を知るということを知って、そこからそれを使ってどんどんいろんなことをしていって、本質に近づいていくということ、本質に近づけば近づくほど性のスパイラルに入っていけるということなのでね、まずはそこから知ることで認められるということができるのかなと思いました。はい、では、今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。